ガンガンガン、キツネさん。はいはいはい、前回もやりました、今回は弁当機シリーズ、そして、まあ、一番皆さんからのコメントで多かった、なんとオムライス、これいきたいと思います。人生初めてのオムライスね、よしきで俺を見てるの、よしきでいくよ、人生初のオムライス。まああれでしょ、だから卵焼きのまあ応用編みたいな形だよね。まあそうだね、みんなからやってくださいって来たけど、ちなみによしきで作れるの？俺は作れるよ、オムライス。うん、おっそう。まあでも子供大好きじゃない。うんね、やっぱり子供の定番、お子様ランチの定番といえばもうオムライスっていうぐらいさ。確かに。でしょ、じゃあ行っちゃおうか。工程はわかんの？工程？うん。うん。使うもの、ご飯、ケチャップ、鶏肉、卵。うん。以上になります。行ってみよう。行きましょう。行ってみよう。それさえあれば何でもできる。オムライス挑戦スタート。さあやろう。まずは何と言ってもご飯ですね。ご飯。ご飯だご飯だ。とりあえずあんま数多いとあれだから、ほんと1人前っていうか子供のサイズでいくね、ちっちゃめにね、うん、あくまでカメラ映ってないよ、あくまで、今回のこのシリーズは弁当機ですから、皆さん覚えてますか？お弁当の弁、そして奮闘機かけまして弁当機キツネクッキングスタート。これ凝ってるじゃない。サンサン秋吉サンサンキツネサンサンな、中尾サンサン秋吉サンサンキツネサンサンな、マジかよ。中尾サンサン秋吉サンサンキツネサンサンな、中尾サンサン秋吉サンサンキツネサンサンな、中尾サンサン秋吉サンサンキツネサンサン。意外とさ、この弁当機、前回卵焼きやらせてもらったじゃん、好評言うもんじゃないよ好評だった、再生数も結構いった、いい、ね、コメントも結構いった、全部見たよしき D と兄弟みたいですね、よしき D の知名度が上がってるよ、ちょっとムカつくご飯と、まずはケチャップを混ぜます。全然少ない気がする、なんか色味が白いもん、カットできるか、いや、まあ、まず肉を適度に切らないと、また怒られたね前回怒られたね、信じられないっつってね、ランチョンマット使って恥ずかしかったね、大丈夫、こうやって人は覚えていく。最近入れたBGM もすごいさ、友達の京平くんに手伝ってもらって作ったんだけど、かなりいい感じよ、評価高いよ、まあみんなが本当に言ってるかお世辞かは分かんないけど、なな中尾さんさん秋吉さんさん吉根さんさん、ライパン温めて肉を炒めます。え、もうすごい美味しそう、うん、うまそう。そしてご飯を炒めます。見た見た、おえー、あ、こんがり焼け目がついてきました。そこに先ほど炒めた鶏肉を投入します。いい感じのチキンライスになってまいりました。今オムライス作ってるからちょっと待って、で、
こんがり。おお、うまそう。うまそう。さあ、いよいよここからが、オムライスです。だから、何個使うの？三個くらいかな。じゃあ、二個でいいか。うん。卵に味付けがいるのかってことなんだよな。でもチキンライス自体に味がついてるじゃない？でも。ちょっと味ないとな。塩ぐらいちょっと入れとくか。まあ香り付けだよ。よし、いきます。なんかみんなからあれだったな、返しこれか、うん、あ、これのことか。フライ返しを使えってアドバイスをいただきました。さあ、ダメじゃん、もう漏れちゃったじゃん。漏れちゃったじゃん、もうダメじゃん。2回に分けてって言ったじゃん。え、あれは生麺だからね。オムライスは分けない。そうなの、うん、あ、なんかちょっとあー、もう切れちゃったじゃん。ちょっと火で見よう。ちょっと待って。できました。人生初のガチで、オムライス作ったらこうなりました。わかんない俺。食べます。この料理なんだ。チキンライスは味が薄い。卵は俺が今まで食べてきた卵の中で一番まずい。素材はいいんだよ。素材はいい。作り手がね。卵は本当はバターで。卵は本当はバターでやってあげるといい。チキンライスは油でやって、オムライスの卵の方はバターで。何言ってんか分かるでしょ。卵は2個でいいっていうことは分かった、うん、で一番はやっぱ材料が足りない、うん、玉ねぎと人参ないよ、うん、ありがとう。え、これでいいの？簡単、いける？玉ねぎは難しいかもしれない。みじん切り。みじん切り？マジかよ。これは持ってくんだよ。おお。うわ、玉ねぎ剥くのも一苦労だね。で。のみじん切りは難しいな。これいいの？ねえ、やり方合ってんの？目痛くなってきた。これ目のサイズ関係ないわ。目ちっちゃくても痛くなるわ。どれぐらい？みじん切りって全然ダメ？あ、そうか、こうやってこう寄せて。そう。おお、料理っぽくなってきた。よし、いい感じじゃない？ソーセージも切った方がいいね、小さくね。ソーセージってやっぱすげえよな。ウインナーか。
それでさ、先にご飯をお皿に乗っけたらダメなの？いいよ、2パターンあるから包むやり方と、だって包むのはさ、むずいわけでしょ。あと丸のまま乗せて、最後こうちょっとこ うチャーハンみたいな感じ、最後こう優しくこうなんかしてあげたいわけでしょ。なるほどね、なるほどね。で丸のまま上にかけました。だから半熟ぐらいでも全然です。ほう、イメージが湧いてきた。よし、じゃあやろう。まあ、こうベースは多分まあ弱火か中火でいいけど。そうなの、俺やっぱ、うん、俺も強火派なんだけど強くしちゃうんだよね。うん、それは分かる。男ってそうだよ。でも、まあ、男はやっぱ強火しよう。スピード命になっちゃうから全然重くもないじゃんもうなん、あ、あ、言い出した。でもさ、割とすぐてか量はこう、お、超いい匂い、うん、あー、よくこの匂い嗅いだことあるよね。あ、いいね。子供の頃とか、うわ、今日母ちゃんハンバーグじゃねーみたいな香りだよね、これ。まあね、少ない、もっと炒めた方がいいかも。まあ、子供にしたら最後までね、やっぱちょっと味付けした方がいいから、塩コショウ、さあここにご飯とケチャップは最後。お料理っぽいよ。なんかケチャップが少ないかな。多分少ない、まあ、途中料理人がよくやってる味見をして、あ、人生初の味見ってみるか。おいしいねさあ、もうすごいぞ。よしよしよし、いいぞいいぞ。さあ、フライパンは小さいのにしようかな。ちっちゃいフライパン、ちっちゃいフライパンは、え、ないよ。あ、これか、これね、バターね、卵を先やろう。どんどん奥行くじゃん牛乳ちょっと入れた方がいいか。うん、牛乳入れて。運転します。バターの量は適当、こうやって。で、火力も弱く。で、卵を入れます。で、桜みたいに優しくないもういいんじゃない。もう止めちゃっていいでしょ、火は。で、あ、これが、こっちが上の方は、見栄えがあ、ちょっと待って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 、これはむずい。ちょっと待って待って待って、逆かな。ちょっと引っかかってる。おお整えて、なんかめくれてるから、そこいいんじゃない。セーフティーラインで、ケチャップ入れちゃう。
どうかな。人生初めてのオムライス作り完成です。さあ食べようか。では人生初のオムライスいただきたいと思います。どう？すごいあれなんだね、卵の時のバターってすごい重要だね。これやばい、美味しい。ちょっと食べさせたいな。美味しい言わせてる疑惑、言わせてる疑惑もありますけど、無事に、オムライスできました。キツネさん、オムライスをおめでとう。いやーよかった。うん、これはお弁当に入れれるわ。楽しい。ほら、皆さん今後もねこの弁当機シリーズは続けていきたいと思っておりますので、コメントにねもしこれ作ってほしいとかありましたらぜひコメントください。そして、チャンネル登録とグッドボタンの方も、よろしくお願いします。いやーよかった。ほんじゃねー。な中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、な中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん。